ラジオへようこそ。はい、今日は恐竜古生物大百科を読んでいきたいと思います。今日は説明を読むのではなく自分の知識でやっていきたいと思います。重装ラジオじゃないと。重装ラジオです。ちなみに忘れてましたよ。で、高評価もよろしくお願いします。エオラプトルは知らんけど。じゃあそうして、ちょっとエオラプトルはわからないので読めます。昆虫や植物など何でも食べる最古の恐竜、エオラプトルは恐竜の中でも最も古い時代に生きていたと言われている。体は小さく、頭から尾の先では 1.5 メートルほど、体高地面から頭の上までの高さは人間の大人の半分ぐらいしかない。体重は大人でも10キロほどだったと言われ、1から2歳の人間の赤ちゃんと同じくらいの重さである。首は細長く、口にはたくさんの歯が生えている。この歯には肉食と草食の両方の特徴があり、虫や植物など何でも食べていたと考えられています。足の指は5本あり、そのうちの4本は鋭い爪がついていた。後ろ足が長く、虫などの獲物を追いかけるときは素早く走ることができたようだ。エオラプトルという名前は夜明けの泥棒という意味。夜明けとは恐竜時代の始まりを指し、泥棒は獲物を襲うのが素早かったことを意味している。はい、ラプトルは泥棒ということで、よく他の恐竜の卵を盗んだり、それをなんか仲間で喧嘩したりして、なんか奪い合ってなんか半分こにしたりして食べていたそうです。すごい詳しい。はい、次は都市伝説の大百科というちょっと怖いのを読みます。その前よりちょっと話したいことがあります。重装ラジオでようこそ。で、高評価もよろしくお願いします。いつも重装チャンネルが、今日は最後ら辺にギター弾くので重装ラジオになりました。じゃあ弾きますね。ちょっとこれ遊びますね。ちょっとこれ買って、ちょっと僕は読めんのね。ちょっとごめんなさい。テキテキ。じゃあもういいや。で、テキテキ足ないでしょ。そう。テキテキ足なくて、すごいんです。でも、100キロぐらいは速いです。まっすぐしか走れないから、避けたらいいので、落ち着いてください。え？はい。はい、その通り。はい。はい、今日はここを読むのではなく、知識でやろうと思います。学校に出るそうで、危険度は3です。ちょっとあまり読みたくないので、あまり読みません。はい、じゃあ、音をやってください。向こうの部屋行ってきます。はい、で、くねくね、ねくねく、くねくねは、あ、そうそう。田んぼに現れて、もうくね、ねくねくになって、くねくねって、もうくねくねって動くんよね。もうぐねぐねって、くねくねにこう動くんですよ。ぐらぐらって。で、くねくねを見たやつは、頭が、気分が悪くなって、そして、くねくねって言って、そしてくねくねになってしまいます。あ、これね。これはわかります。じゃあ今度はギターを音にしてみてください。おしまい。